海上自衛隊の潜水艦探知能力は世界でも有数とされているけど、果たして本当のところはどうなんだろうな。技術力や乗組員の連動を考えると、有数って評価も妥当だと思うな。実際、中国の潜水艦をしっかり探知しているし。あいつらはこちらの能力を試している隙もあるからな。探知できているからって油断は禁物だぜ。優れているからって天狗になっちゃダメだよね。その点日本は慎みを持って精進できる国だから、大丈夫だよ。そうだね。まずは近年、ステルス性を高めているとされている中国海軍の原子力潜水艦の行動を、把握できているのかについて見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。現在、日本近海における仮想敵国の潜水艦探知においては、哨戒機 P1 および P3C による毎日の定期的な哨戒飛行が実施されているほか、公表はされていないものの尖閣諸島付近においては潜水艦による、海中からの哨戒も継続されているものと思われるよ。またその他に操作すサウンドサーベイランスシステムと呼ばれるアメリカ海軍が、世界中の海に張り巡らせている海洋監視システムを、日本近海においては共同で運用しているんだ。アメリカと日本の共同運用なら資格なしだね。ちなみに、海洋監視システムはどんなものなの？この海洋監視システムは海底に水中固定超音機パッシブソナーを設置して、その上を通過する艦艇から発せられる音響を探知するもので、海底ケーブルを施設するか独立で設置されるんだ。近年では、艦艇から発せられる音響への探知だけでなく、その周囲に発生する水中電解アンダーウォーターエレクトリックポテンシャル UEB を探知するシステムが実用化しているとされているぜ。水中電解？この水中電解とは、艦艇や潜水艦などの海水と接しているアースとしての金属部分があり、そこから艦内の電気が海水に放出されて電解を生じる現象のことで、常に艦艇や潜水艦からしているため、船体全体に帯電している電磁を消し去ったとしても常に発生しているとされているよ。どんなに隠密性が高くても、電気を発する異常は隠れられないってことなんだね。とんでもない索敵性能だね。この水中電解を捉えるためのセンサーの開発が防衛庁艦艇装備研究所において進められていて、実はすでに運用が開始されており、先日発生した中国原子量潜水艦が尖閣諸島の接続水域を潜航した事件において、探知したのがこのシステムではないかとされているんだ。海上自衛隊ではかつての東西冷戦時代から、津軽海峡、対馬海峡、北海道東部から下北半島にかけてなどにおいて、ソ連の潜水艦の動向を監視していたよ。近年では中国海軍の東シナ海における謀略無尽な活動を監視するために、南西諸島全体に最新型の音響監視装置を備えた操作数を、沖縄本島にあるアメリカ軍施設を中心として施設されていることが明らかになっているが、その詳細は日米安保における最高機密となっているぜ。沖縄県のうるま市にあるアメリカ海軍のホワイトビーチ基地内に、海上自衛隊沖縄海洋観測所がその拠点として設置されていて、ここから海底に伸びる2本のケーブルによって、九州南部と台湾沖まで数百キロに最新の水中超音機が数十キロ沖に設置されているとされているよ。ちなみにこの観測所には海上自衛隊の潜水艦のソナー要員経験者が超音を担当しているほか、アメリカ海軍からも人員が派遣されていて、収集された情報は完全に共有されているんだって。この操作数は、水上艦艇や潜水艦に搭載されているソナーが、接近してくる敵を探知する近距離探知能力しか持たないことと比べると遠距離探知が可能で、九州南部から南西諸島を広くカバーすることが可能である反面、ケーブルの両端の陸上に管理施設が必要となる欠点があり、そのため日本近海では宗谷海峡はもちろん、朝鮮海峡では韓国の協力がなければ設置することができず、さらには与那国島と台湾の間も設置が難しいんだ。協力であるがゆえの欠点ってわけだね。そういうこと。また、中国が多数の軍事施設を建設している南シナ海においては同国海軍の原子力潜水艦基地が極秘裏に建設されているとの噂があるが、この海域をカバーできるような操作数の設置はアメリカ海軍でも実現不可能だろうね。かゆいところに手が届かない感じだね。そこで、中国の原子力潜水艦の探知については移動式の操作数が注目されているんだ。
移動式にすることも可能なの？すごいね。敵国の潜水艦の動向を探知したいが、陸上に施設を設置することができないのであれば、洋上を航行する艦艇に広域を監視できる高性能のソナーを積み込み、洋上にそれらを浮かべて引っ張ればよいとの発想からできたのが、サータスサーベイランス飛ぶアライソナーシステムなんだ。もともと水上艦艇や潜水艦がソナーを曳航しながら敵潜水艦を探知するための、戦術曳航ソナーシステムである、タックタスタクティカル飛ぶアライソナーシステムがあったが、これは実際に戦闘が発生している戦術レベルで使用するもので、このサータスはそれと違って広域な探知が可能であり、哨戒機と同様の早期警戒を目的としているんだぜ。その艦艇は海洋監視艦と呼ばれ、アメリカ海軍では艦式号 AGOS されているよ。この海洋監視艦自体は東西冷戦時代から任務についていたものであるが、現在は南シナ海に展開しており、それに対して中国海軍が牽制するといった事件も発生しているよ。実は、海上自衛隊においてもこの海洋監視艦を保有していることがあまり知られていないんだぜ。2021年3月4日に岡山県の三井 E&S 造船株式会社玉野艦船工場で、響き型音響測定艦秋が海上自衛隊に引き渡され、3隻目の音響測定艦として就役したんだ。この音響測定艦こそがサータスを運用して中国の原子力潜水艦の早期警戒任務に当たる海洋監視艦なんだよね。潜水艦を2隻並べたような添え添えの上に幅の広い甲板を持ち、真横から見ると四角四面に見える個性的な船体の響き型音響測定艦は、満載排水量3800トン、全長 67.0m、最大幅 29.9m で、40名の乗員を乗せて最大速力11ノットで航行し、兵装は搭載しておらず、ANU992 と呼ばれる新開発の SURTASS が搭載されているぜ。まさに索敵洋艦だね。ちなみに ANU992 はケーブルの全長が 1800m、曳航アレイが約 2600m の長さで、150m から 460m の振動3ノットで曳航されるぜ。この艦の任務はその性格場から長期にわたることが考えられるため、乗員の居住区間では乗員の快適性に配慮されていて、トレーニングルーム、自習室などがあり、生鮮野菜の確保のために野菜栽培機などが搭載されているほか、物資補給や負傷者や傷病者が発生した際に搬送するため、ヘリ甲板が設置されているよ。大乗組員にも優しい仕様なんだね。確かに責任のある仕事だから、乗組員の方々には適度にリフレッシュしてほしいもんね。また、この響き型を運用する第一音響測隊では、これまで響きと播磨の2隻を3つのクルーで運用するクルー制を導入していたけど、秋の就役によって3隻を4クルーで運用することになり、1隻が稼働1隻、1隻が訓練、そして残り1隻はその間整備され、1クルーが完全休養できるローテーションが可能となり運用性が向上するとされているよ。中国海軍では現在、これまでの093型原子力潜水艦よりもさらに静粛性が高められているとされる、095型原子力潜水艦の開発が進んでいるとの情報があるけど、どれほど静粛性を高めたとしても、原子炉を停止できない原子力潜水艦から漏れる音を遮断することはできないんだよね。そのために、海上自衛隊とアメリカ海軍のタッグによる潜水艦監視網から、逃れることは不可能だと考えられているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。